ちは。こんにちは。はじめまして。そんなことはない。あ、そんな、いやいや。あ、そっか、見てる人は初めてでしょ。そうですよね、初めまして。でもさ、はい、古いファンだったら、プロ野球ニュースで、うん、あれ、うんうん、一緒にコンビ組んでたなっていうな、そうですよ、もう10、こと思い出すかもわかんないな。10年以上前。そうだな、生きてた。生きてるし。え、お前が何、じゃあ16の時からやってたの。そうそうそう、プロ野球ニュース。まだね、未成年の頃からやってたんですよ。バカ野郎。あの森藤恵美って言いました。森藤恵美です、はい、よろしくお願いします, しします、はい、これから出てくるかもな。あ、ちょこちょこね、ちょこちょこな、そうそう、はい、ハイゴレーのように出てくるかも。いや、ハイゴレーやめろお前。隣でね、なんか目がキャバ嬢みたいになってる。そう、合う合うのにそれを言って。これ自前ですよ。忘れました、私の目を。いやいや大丈夫、ちゃんと縫ってる跡とかはないんで、うん、これちゃんと生まれたての私の目です。そうだな、うん。まあまあ今日ははい、今日は、はい、クライマックスシリーズのことですね。まあ、パリーグはもう決まってるけどな、順位がな。あ、そうですね。そうな。そう。まあ、セリーグがまさかの。いや、そうですよ。なあ。阪神。まさかの。繰り返したな。いけないのか。いや、まさかだよ。だって5連勝。いや、5連勝、6連勝じゃない。6連勝。結局最後6連勝したじゃない。その中の防御率が半端ないな。すごいですね。どこにその力が。昨日か。うんうん。3点かなんか取られて、はい、藤川が9回かなんかに、うんうんうん、それが失点ぐらいで、うん、3試合連続完封とかしてたんだろ。すごいですよ。ほんで決めた試合が完封という。すごい。うん、でも中日もちょっとだらしないな最後ね。なんだあれ、ワイルドピッチ2球ちょっとびっくりした。で2点だから、ほら、大野雄大投手が、うん、防御率のタイトルがかかってたじゃないですか、うん、かかってたな。だからほら、4回裏で、うん、もうね、まあ、降りたよな。降りるっていうのをもうなんとなく分かってたじゃないですか。いや、分かってたよ。逆に降りてくれた方が。いや、それ降りないとどうすんだよお前。どうしよう、お前3回3分の1でよかったんだから。そうですよね。で、きっちり降りるでしょ。だってお前次調子こいて投げてホームラン打たれたら終わりだからな。そうだ、逆に阪神サイドからしてみれば、うん、今日大野雄大投手で良かったって思う部分ってどうなんですか。ほら、まあ降りるのは分かってるからな、うん、そうそう。ただ前回初回に1点でも取ったら、うん、ずっと投げ続けた可能性だってあるじゃん。そっか、それは嫌だな。それ嫌だろ。前回だってノーヒットノーラン、うん、だから大人しくしてたら、うん、確実に3回3分の1で降りるから、うん、で降りたじゃないですか。降りたな。で、三間投手に変わる。いや、だからまあそういう意味では良かったのかもな、うん、いや、そうかなって見ながらね、私は思ったんですけど、うん、まあまあでも勝負の世界で、うん、まあいろんな勝ち方あるけども、うんうん、まあまあ勝ったら勘運だよ。まあ勝てばそうですよね。勝てば、どんな勝ち方であろうと、うん、でも阪神を振り返るとさ、うん、やっぱ粘り強かったなって、最後まで明るく、うん、なんか1年間を通したなっていう、うん、まあそんな感じはするよね。だから一貫性があったというさ、うん、あ、143試合通して通してね、うんうん、だからまあそのいろいろミスもエラーもいろいろ出たよ、うん、出た中でもやっぱみんながなんかこう前向きにね、うん、暗くなることなくこうガッツポーズをし、うんうん、まあ、向かっていった結果が、まあ、3位を勝ち取ったかなっていう感じはするよね。そうですよね、うん、あとその終盤で、まあ、鳥谷選手のことが出たじゃないですか、うん、そういうのって例えば選手だったりチームのなんかこう士気を高めるというか、もう絶対行ってやろうっていう、そういう思いってちょっと出てきたりもするもんなんですか、最後のあの伝承のところで。どうなんやろな、どうなんだろうと思って。もうそこは関係ないんじゃないの、もう、なんか、そっか、いや引退するってなったら、うん、例えば日本シリーズまでとか、うんうんうん、クライマックスは絶対とか、うん、いろいろあるけど、もう他の球団に行くってもう決まってるわけでしょ。そっか、うん、引退はしないということでしょ、うん、だからそこら辺のモチベーションはちょっと違うと思うよね。例えば新之助が、うん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 、あ、引退しますって、いや、もう日本一で送り出そうよって、うん、ね、これだけこうなんていうの、巨人を支えてくれた、ね、うん、選手だし、まあそうしようよって思うかもわかんないけど、はい、鳥谷の場合はちょっとモチベーションは違うような気がするね。そっかそっか、うん、出ていくってと他球団っていう感じだから。そうだな、ああ、そっか。お前真面目やな。お前な、お前なんだ、お前何なんか野球になるとだ、お前。いや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 、なんか他人みたいに思えてきたわ。嘘。いや、お前そんなことない、そんなことない。もっとノリノリで喋ってくれよ、お前。もっとノリでいいんですか。いや、まあ、全然いいよ。本当に、うん、広島どうしたの。お前声がでかくなっただけやないか。違う。まあ広島は、ま
でもね、いやでもね、うん、俺に対して乱暴な言葉使うと、うん、ね、うん、あの擦られるぞ。あの女なんやねんって偉そうやないかい言って。本当？ちょっとなんかじゃあ父でも出してれば、そういう問題じゃないのよね。お前出せんのかお前。お前いやだからちゃんとなんかね、あのワーンみたいなあのぼやかし入れてもらえれば。いやうちのチャンネルは高評価が、うん、結構あるんだよ。あ、そっか、それはちょっと低評価になっちゃうから。うん、いやそれはもうさ、うん、垂れたような父は見たくないって多分。垂れてない。まだまだ何の話で。また俺セコラ親父とか言われる。え、またってどうして？いや違う違う。前も言われたの。いや言われる時があるんだよ。言われる時は、うん、今せちがないね。お前でも俺誘導してるからね。ごめんなさい、そうですよね。そうで広島な。そう広島、うん。こっから広島の話か。いや広島は、うん、まあ歯車狂ったのは。やっぱチーム内でのなんかちょっといざこざあったよね、あの尾形監督の、はい、うんうん、でああいうことがありながら、まあ確かに尾形監督が野間をものすごく期待してた、はい、期待してたけど、うん、まあそういうことがニュースになり、まあちょっとチームの中がギクシャクするというね、うん、まあそういうことがあったよね、うん、だからそこら辺はすごく残念だったと思うし、うん、で3連覇するとどうなるかというと、やっぱりみんな疲労してくるよね。そう、精神的なもの、まあ、精神的なものもそうだし、うん、まあ、金属疲労も起こすしピッチャーだと、うんうん、それと、うん、なんていうのかな、練習ができなくなる。練習が、まあ、例えば秋季キャンプってあるじゃない、はい、で日本シリーズまで出ちゃうとさ、はい、もうやる期間がないんだよ。まず疲労を取ることをする、うん、そうなってくると、まあ、若手は鍛えるんだけどもさ、うん、なんか一段落したみたいな、うん、達成感というか、うん、まあ、例えばその2位とか3位になってクライマックスも負けました、うん、まあ、B クラスになりました、うん、そしたら時間あるじゃない、はい、そしたらそこで来季に向けて練習とかするじゃない、うんうん、でそれがやっぱ3年間できてなかったっていうのは、やっぱ勝つってそれなりのそのリスクを背負うよね。そういうことなんですね、うん、多分俺はそういうことで疲労が取れてなく、うん、シーズンを迎えたのが3回あるわけじゃない、はい、だからそういう意味ではここって言った時に勝てなかったよね、うん、そうなん、広島って例えば、うん、俺印象深かったのが、うん、横浜でね、はい、3試合連続サヨナラで負けたんだよ、うんうん、それも勝ってる試合はひっくり返されて、で移動ゲームで広島帰ったんだよね、うん、あ、これ広島落ち込むかなと思ったら、うん、次の試合勝ったんだよ、うんうんうん、あ、広島ってやっぱり底力持ってんなとか思ってね、うん、だからそういう力が今年はなかったね、広島にはなかった。優勝し続けるっていうのもそういうリスクがこう後々出てくる可能性もある、ね、いや、あるある。やっぱ勝ったら勝ったで、うん、何かを犠牲にしてるわけだから、そうか、うん、って考えると、うん、ちょっとすごい昔の話に戻っちゃうんですけど、うん、黄金時代の西武とか、うん、あの時代ってもう永遠になんか勝ち続けてたイメージなんですけど、そうだね、あれじゃあなんで勝てたんですか？あれはね、うん、まあ、例えばオフの間、うんうん、今の時代っていうのは12月から1月まで完全オフにしなきゃダメなんだよね、うんうん、でそれがなかったんだよ。あ、その昔、うん、だから12月が入っても練習できてたというかさ。あ、そうなんだ、うん、だからシステム的にすごくしっかりしてたというか、はい、だからそういうこう、まあ、V 級時代だとかさ、うん、西武の黄金期とかさ、うん、でもその黄金期が過ぎてちょっとやっぱ流れが変わったかな。そのオフをしっかり取らなきゃいけないという、うんうん、そういうことになって練習ができなくなったというね。あ、そういうこともあるんですね、うん、そうなんだよ。やっぱりさ、相対的に言えばやっぱ練習したところが勝つな。やっぱり強いですね。強い、うんうんうん、うん、ただやっぱりこう弱い部分っていうのはそのなんて言うんだろう、チームにもあるよ。例えばヤクルトだってすごく練習したけど、うん、やっぱ投手力が弱かったよね。そうですね、うん、だから、うんうんうん、まあ、そういう意味では練習やればいいかっていう練習やればいいっていう問題じゃなくて、うん、まあ、例えば
その今後ドラフトじゃあどうしていくかっていう、まあ、戦略も必要だよね。そうですね、その育てていくとか、うん、どの能力の選手を今の時点で欲しいかとか。そうなんだ、うん、だからまあそういうね、まあ、阪神は一貫性があったし、なんか広島はそういうこうちょっと築き上げてるものが、うん、まあガソリンが減っちゃったみたいな、燃料が足りなくなっちゃったかなっていうような、うん、まあ丸も抜けたのは大きかったけど、ね、うん、だけどそれだけではないと思うけどね、うん、あ丸選手だけじゃなくてっていう意味ですよ ね、うん、そうね。だからその今シーズン始まった時に、うん、やっぱり丸選手がいなくて広島がすごい失速したじゃないですか。失速とか出だし、うんうん、あれ大丈夫かな、丸選手ってすごいやっぱりね、すごい存在だったのか、その人が巨人だったしね。いや、それは存在感だけど、野球は一人で勝つもんじゃないもん。全員でだからバティスタとか、うん、まあああいう問題もあったじゃない、うん、ね、でも彼が3番に入ってる時っていうのは調子がいい時は勝つし、うん、調子が悪ければ負けるし、うん、やっぱり広島の打線の中で3番って重要だったんだよね、西川が打ったりだとか、はい、でも西川が1番に固定されたりだとか、うん、まあいろいろこう決まらない部分っていうのはたくさんあったね、うん、ただ俺残念だったのは、うん、小園をもっとなんで早く使わなかったかなと思って。あれ なんでなんですか。やっぱ田中康介っていう人間に気を使ったんだと思う、うん、そういうのがあるんですね。いや、やっぱりずっとレギュラーだったから、うんうんうん、だけどなんて言うんだろうな、小園ってやっぱ花あるし、うん、なんかこう悪い時にポンと上げてもうレギュラーにしちゃうみたいな、うん、そういうこう転換期があってもよかったかもね。そうするとまたそこでなんかチームが活気づいて、うん、で勢い増していけたかもしれない。そうだね、うん、だからまあそれあのクライマックスシリーズにさ、はい、まあ今日の試合でも根尾が途中から出てきたけど、はい、あもう頭から使えばいいのになと思うよ。最初からね、まあ、中途半端なも使い方、うんうん、まあ確かに一軍を経験するっていうのも大切なことだけど、うん、やっぱりゲームに出て肌で覚えるっていう方が、うん、俺は勉強になったと思うね。もう悪くても良くても使い続けるっていう、そうだね、うん、でもこのクライマックス阪神が上がったことによってこれどうなるん。いや、お前 DeNA は嫌だぞお前。いや、阪神と当たる、ね、そりゃ嫌だよそいや、だって対戦成績悪いしさ、うん、それも横浜スタジアムで悪いんだもん。ちょっと言えてねえの。横浜スタジアムでね、うん、横浜スタジアムで悪いんだもん。甲子園では合格なんだよ。それなんで。いや、それはね、そうだとね、阪神の選手に聞くと、うん、いやここだと力まないで打てるって言うんだ。え、甲子園球場よりも、うん、いや入りやすいから、狭いし風がいいし。そっか、浜風吹いて狭いし、いや浜風っていうか甲子園はな、うん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 、甲子園だと嫌だって広いしな、うん、浜風吹いて。でもスタジアムだともうどこでも入る気がするって、だから力まないでいいって言うんだよ。それホームがの選手が言う言葉ですよね。なだ、いやだから俺は DeNA はもう祈ってたと思うよ。どうか広島で阪神来るなと思ってたらと思うよ。でも阪神が行ったら、うん、やっぱ巨人は強いからね、うん、阪神に。そうか、うん、巨人は阪神に来てほしかったってことですね。だから今年は巨人に風が吹いてるかな、うん、もう全ての意味でも、うん、そうだな。もう原さんのね対談でもそうですけど、涙でまだ分かってないな、お前。原さんの涙、違うん、もうこう締めようとしてるのにお前かぶってくるだろいや、まだ話そうと思ってる。いや もういいよお前。だってキャバクラって聞いたから、まだお店閉めたくないから。バカよ、シャンパン持ってこい。じゃあそう、追加でシャンパンお願いします。もういいよ。え、なんで。もう俺が頭下げてるじゃない。え、やだやだ、2回戦2回戦じゃないよ。ちょ、後半バカ野郎お前。なんでよ、もう閉めんの。いや、バカ、アフターでいいよお前。まだ14分しか流行ってないよ。違う、バカ、お前だいたい10分過ぎたら締めにかかってんだよ。あ、本当これ延長料金じゃん。いや、お前これお前まあいいや1回閉めよう、はい、わかりました。